前回もう少しで完成というところで隊員が別のお鍋にカレーを入れて持って行ってしまいました。まだシーフードカレーになっていませんでしたが、一体どうするのでしょうか。続きを見てみましょう。実は隊員の中にシーフードアレルギーの隊員がいるため、シーフードを入れる前に別のお鍋に移してポークカレーとして用意しておくんだそうです。豚肉を入れていた理由はポークカレーを作るためだったのですね。アレルギーのある隊員でもみんなと同じ美味しいカレーを食べられるんですね。最後にやっとシーフードが投入されます。シーフードを炒めた時に出たエキスも足してしっかり混ぜ込みます。ポークカレーにシーフードを入れることになるわけですが、ポークは出汁の役目を果たしてくれるので、より美味しさが増すというわけです。完成です。見ているだけでも香りが漂ってきます。美味しそう。そして今回使用した材料はこちら。皆さんもぜひ作ってみてはいかがでしょうか。待ちに待った食事の時間。今日のカレーの付け合わせはコロッケとゆで卵です。隊員の皆さん黙々と食べています。よっぽど美味しいようです。何日も海の中で過ごす潜水艦の乗員にとって、美味しい食事はモチベーションを高めます。休養員は隊員一人一人のために、飽きないように、そしてみんなの笑顔のためにメニューを考えているそうですよ。今回食べた渦潮カレーは手間かけすぎ、思いやりありすぎ、だから美味しすぎのカレーでした。海上自衛隊のカレー、やっぱり最高。ご視聴ありがとうございました。この動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録を。